衝撃、ワンダーウォール、休止中の動きがやばすぎる。大切なお知らせがあります。皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。管理人さんの療養のためにお休みしているワンダーウォールですが、管理人さんもただお休みしているわけではないようです。編集を手伝ってくれる優秀なスタッフも見つかり、ウォールさんの負担も減りました。ご連絡くれた皆様、本当にありがとうございました。そして気になっていたのですが、工事からのメッセージはどんどん新しいものがリリースされるため、当チャンネルはメッセージ一色になってしまい、宗教団体を疑われております。もともとは都市伝説や古代遺跡などの話題が主だったので、前のような動画が見たいというお声も少なからずいただいておりました。そちら片面の話題でご紹介したいお話も増えてきたのと、編集をお手伝いいただけることもあり、この度サブチャンネルを開設いたしました。ワンダーウォールメッセージズと題し、都市伝説は本家で、メッセージはサブチャンネルでという風に分けたいと思います。月の更新頻度は各々減るかもしれませんが、全体としては増えると思いますので、ぜひ両方登録していただいてお楽しみいただければと思います。ツイッターは両チャンネルの情報を共通でツイートしていきますので、片方だけしか見ないという方も登録しておいていただければと思います。今月は若干数ではありますが、メッセージの方はアップしますのでお楽しみに。それでは今後とも、ワンダーウォール並びにワンダーウォールメッセージズを何卒よろしくお願い申し上げます。